はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はね、こちらアンタイウスなんですけど、こちらタイのアンタイウス、タイアンテですね。で、こっち側がね、うちで今生きてる中では一番大きい 81.8mm で、こっちがね 81.5mm のね、オスになります。この辺のね、インドシナ系って言われるアンタイウスも80を超えてくるとさすがにごつくてかっこいいです。割とね、値段もそんなにお高くなくてね、おすすめなんですけどね。特にね、タイはここのね、水かきがよく出やすいっていうかで、ね、そういうイメージがね、あるんでね、タイアンテ僕非常に好きです。で、今回はね、そんなタイアンテのね、幼虫のね、割り出しをね、していきたいと思います。まあ、タイアンテそんなに幼虫取るの大変じゃないんで、別に低温、もうものすごく低温じゃないととかそういうわけでもなく、まあ、マット詰めただけでもね、よく産んでくれるんで、非常にね、その辺は簡単な虫って感じですね。ただ大きくするのが大変です。うちもね、ここまでは出せたんですけど、こっから上 83,4,5 がね、ちょっと大変かなって思ってます。今年はね、83以上をね、出したいかなと思ってるんですけどね。まあ80超えればね、おおむね満足ですかね。といった感じで、タイアンテのね、幼虫割り出していきたいと思います。はい、産卵セットですね。コバエシャッターのショーケースでね、組みました。もうね、ちょっと上のマットはね、取り払っちゃってます。で、木をね、1本産卵木入れといたんですけど、そちらにはね、まあ1匹しか幼虫がね、いませんでした。で、その1匹がね、こちらですね。で、まあ個人的には10頭、15頭取れればね、おおむね満足かなって思ってるんですけど、いや、もっとね、結構数がいそうです。とりあえずね、ひっくり返して見てみましょう。いやー、むっちゃいっぱいおるやん。あ、だけどそこの方に固まってるだけかな。いやいやいや、そうでもない、そうでもないぞ。結構崩したらボロボロ出てくるぞ。いや、もう周りのこれだけ、これだけでね、もうワンパレット終わりました。これね、14かな。なんか思ったより全然いっぱいいるんですけど、これね、だいたい用意してきたパレットね、1パレットぐらいいればいいかなと思ってたんですけど、いや、そんなこと全然ない。いや、もう割れば割るだけ出てくる。アンテショーケースでこんな産んだの初めてかもしれない。た
くさん取れると嬉しいんですけどね、嬉しいんですけど、取れすぎちゃうと、メスはね1年で帰りますけど、オスは1年半以上かかりますからね、タイアンテも。1年くらいでも70半ばとか70前半くらいだったらそれでも出てくるかなって思いますけど、80はちょっと狙えないんで、その辺がちょっとな。インドブータンだったら多分1年で80前後って出てくると思うんですけど、他のね産地、インドシナ系マレー系は多分1年で80ってあんまり出てこないと思うんで、それでなくてもねいいよっていうならいいですけど、さすがにだけどもう書類はいませんね。で大概出たかな。はい、そんな感じですね。あとでねまた残党はね見ておきます。結果なんですけど、結構取れましたよね。ちょうどね、2パレット分。合計ね、28頭ですね。いや、結構多く取れましたね。これは、まあ予想外といえば予想外。まあ予想のね、倍くらい取れてますね。まあこれこのまま、禁止瓶投入して、まあ全部はちょっと大変かな。まあ一部禁止瓶投入してね、様子見していこうかと思います。今回はね、こんな感じになりました。まあ予想外に取れてしまったんですけどね。とりあえずこのままね、様子見育てていきたいとね、思います。ちょっとワインセラーの容量が心配だな。まあ、このまま行ってね、オスだけワインセラーに入れるんで、まあ大丈夫でしょう。この後ね、マレーアンテも控えてますけどね、頑張ります。それでは今回はね、こんな感じで終わっていますんでね、次回もよろしくお願いします。